月光香炉、月浦影之助。跳ねられた女の首が宙を舞い、目があった。それを美しいと男は思った。女は遊女であった。恋仲となった若い侍に裏切られ、思い余った挙句、相手を刺し殺した。悪いのは侍の方であったが、それなりに高い身分だったために、女は打ち首獄門を申し渡されたのであった。その日、女は縄を打たれ、競馬に引っ立てられた。集まった見物人たちの中から面白半分に石を投げる者がいたが、役人たちは制止しなかった。いよいよ首が落とされる段になり、言い残すことはないかと問われ、女は静かに首を振った。白刃がきらめき、血煙とともにその首が一瞬宙を舞い、地に落ちて転がった。男と目が合ったのは、その刹那の出来事である。血だまりがゆっくりと広がって、その色はあたりに咲く曼珠沙華のように鮮やかであった。女の首はそのまま競馬にさらされた。やがて日が落ち、月が天井の高いところに差し掛かる頃、男が競馬に現れた。忍び足であたりをうかがい、さらされた女の首の前でそっと立ち止まる。青白い月明かりに照らされて、血の気を失った女の生首はいよいよ美しかった。女がふと目を開けた。そして静かに口を開いた。どうか私をここから連れ出してください。男が尋ねた。どこへだね。どこでもよいのです。ここで朽ちるのだけは嫌なのです。そしてハラハラと涙をこぼした。男は女が哀れに思えた。女の生首をそっと抱きかかえると、男はどこへともなく歩き出した。あたり一面に広がる曼珠沙華は、煌々たる月明かりを受けて、まるで暗夜の足元を照らす灯火のように静かに輝いていた。きっと彼岸への道行きというのは、このような光景に違いあるまいと男は思った。しばらく歩いて、本当にどこか行きたいところはないのかねと男が再び尋ねた。女はしばし考え、では海へ行きたいと存じますと答えた。海か。はい、幼い頃下船に連れられてくる途中、海辺の村に立ち寄りました。女の生まれは北の貧しい村で、海を見たことがなかった。遠くの水平線がお日様のようにキラキラ輝いて、ああなんて綺麗なんだろうって。もし生まれ変わったら、その時は海が見えるところが良いと思ったのです。そうか。男は短く応じた。海まではだいぶ遠いが、行ってみよう。女はまぶたを閉じ、かたじけのうございますとまた涙を流した。やがて夜がしらじらと明けた。男は夜通し歩いたので少々くたびれた。腕の中の女の生首に少し休んでもよいかと尋ねたが、
女は目を閉じたままで答えなかった。おそらく女が口を聞くのは月の魔力のためであって、昼間はそれが失せるのだろうと思った。森に囲まれた小さな稲荷を見つけ、その陰でしばらく休むことにした。女の生首を傍らに置き、人に見られぬよう自分の羽織を脱いでその上を覆った。草むらの上に横になり、男は眠った。目を覚ますと、日はだいぶ高いところにあった。往来を人の足や馬の蹄、荷車の行き交う音がする。男は女の首を羽織に包むと、立ち上がって往来を歩き出した。しばらく歩くと、川が見えた。船着き場があり、対岸へ渡る客が並んでいた。その隣には、荷を積んで港へ向かう帆船が係留してある。なんとか帆船に潜り込めないかと、男は考えた。船で川を下ろう。歩くよりはよほど早く海にたどり着ける。羽織の中の女にそっと声をかけたが、やはり返事はなかった。船着き場へ向かう途中、ふと背後から、おい、そこの男、と声がした。振り返ると二人の役人が立っていて、こちらをうろんな目つきで見据えていた。そのうち年上の方と思われる侍が男に声をかけた。どこへ行くか。男は頭を低くして答えた。へい、所用で対岸へ渡るところにございます。何かお尋ねにございましょうか。うん。昨夜罪人の首が競馬から盗まれてな。その下手人を探しておる。今自分が抱えている女の首のことに違いないと男は思った。それは不届き者でございますな。ところでお主、その羽織に包んだものは何か。役人の目がじろりと男をにらめつける。何かにじんでおるようだが、それは血ではないのか。その言葉にハッと小脇に抱えた羽織を見ると、確かに赤いものがにじみ出していた。これは先ほど、獅子肉を買ったのでその血がにじみ出したのでございましょう。向こう岸に住む親類が病弱なもので、こいつを食わせてやろうと思いまして。男はますます抵当し、とっさに浮かんだ言い訳を口にした。しかし、役人は引き下がらなかった。では念のため中身を改める。男は羽織に包んだものを大事そうに抱え、みじろぎもしない。役人が苛立ったように、早く見せんかと語気を強めた。役人の手が羽織にかかろうとする刹那、男は役人の腰に刺した刀の柄を握ると、素早く引き抜いてその切っ先を彼の喉元に突きつけた。何をする、下郎。もう一人の役人が腰の刀に手をかける。男はきびすを返すと、刀を振り回しながら川岸へかけた。周りにいた人々が蜘蛛の子を散らすようにわっと逃げ去った。男は跳躍した。そして今まさに岸を離れたばかりの一艘の小舟に飛び乗った。全員船から降りろ。刀を突きつけると、船頭と客らは一斉に川へ飛び込んだ。男が竿を立てると、船は早くも流れに乗った。川岸を、何事か叫びながら追いかけてくる役人どもの姿がみるみる小さくなっていった。男は刀を川へ投げ捨てた。
そして羽織を折りたたみ、その上に女の顔が仰向けになるよう丁寧に置いた。やがて日が沈み、夜になった。抜き身の刃のような月が空にかかった。女が静かにまぶたを開けた。あなた、大変なことになりました。昼間のことを言っているのだろう。なんだ、気づいていたのか？はい、目は見えず、口は聞けずとも、耳は聞こえておりました。女は申し訳なさそうに表情を曇らせた。私なんぞのために。何？俺はもとよりお尋ね者よ。今さら帰るところもない。男は孤児であった。幼い頃に盗賊の一味に拾われ、生きるため悪事に手を染めた。やがて仲間は皆、役人どもに召し取られてしまった。男は、また一人になった。夜はしんしんと深くなり、月の光はいよいよさえ渡った。虫の鳴く声があたりに響き、風もないのに川岸を覆う草むらが時折ざわめいた。その茂みの奥からこちらをじっと伺う気配は野に住まう獣であろうか。遠くにちらちらと青い鬼火が揺れる。まつろわぬ亡者どもがさまよう刻限であった。男が竿を立てるたび、夜の底を打つような水音があたりに響いた。宵闇の薄絹を切り裂くようにして、船のへさきはゆっくりと進む。時々夜空を音もなく、星が流れた。透き通るような月明かりとともに、天井の調べが降ってくるのではないかと思われるほどの静かな夜であった。海に着いたらどうするかね？と、男が尋ねた。では、見晴らしの良いところを選んで、そこに私を埋めてくださいまし。それだけかい？はい、それだけでようござんす。女は銀色の月を見つめ、夢見るような表情で瞳を潤ませた。きっと私は、きれいな花に生まれ変わって咲きましょう。そうしたら、あなた、会いに来てくださいますか？そうだな。男は答えた。生きていたら、必ず会いに来よう。やがて川幅が徐々に広くなり、水量は膨れ上がって豊かになり、流れはひどく緩やかになった。海が近づいているのだ。もはや、竿も川底に届かなかった。小舟は女の生首と男を乗せ、漂うがごとく、ひっそりと流されてゆく。暗くよどんだ水面に、淡い銀の光がきらめいて、月の雫がそこにこぼれ落ちたかと思えた。男は竿を船にあげた。そして腰を下ろすと、女の生首をそっと胸に抱き寄せた。女は何も言わなかった。男も何も言わなかった。水面に映る月は小舟を従え、よるべなき航路を導くように、いつまでもゆらゆらと揺れているのであった。夜が明ける頃、海へ出た。砂浜に小舟を乗り捨て、男は女の生首を胸に抱いて、波打ち際を歩いた。
女はまた喋らなくなっていた。潮騒に白くけぶって、遥か前方に切り立った小さな岬が見える。そこまで歩いて岬の断崖に立つと、眼下に日の光にきらめく大海原が広がっていた。ここでいいだろ。物言わぬ女にそう告げ、男は両手で地面をかき出した。硬い土であったが、指先の皮が破れ血が滲んでも、男は地面を掘り続けた。そして、ようよう女の首が収まる程度の穴が出来上がった。これでお別れだ。きっと綺麗な花に生まれ変わるといい。そして、女の唇にそっと口づけして、羽織に包み、穴に収めると、丁寧に土をかけた。墓標のない墓に手を合わせて瞑目し、それから男は、どこへともなく立ち去ったのであった。やがて、季節は巡り、再び秋が訪れた。女の生首が埋められた岬には、血のように鮮やかな万寿しゃげが咲いた。それは年を追うごとに徐々に増え続け、いつしか岬を埋め尽くすまでになり、万寿しゃげの異名にちなんで、幽霊岬と呼ばれるようになった。一説によるとこの岬には、時折女の霊が立つからだとも伝えられる。遥かに海を見晴らす岬で、万寿しゃげは誰かを待つように、いつまでも揺れていたが、男がそこに現れることは、二度となかった。